激ムズレトロゲームのスパロボ F をボツデータなんかも利用して手作業で改造し、似て非なるスパロボに仕立て上げ、難易度アップさせて無理ゲー気味でお送りしております。今回はそのマック兵器のダイジェスト版をご覧になっていただいておりまするのよ。ジャムルフィンのハイメガキャノンにゲイマルクのハイパーメガ粒子砲、キュベレイのファンネルなどで、第1弾の第1次ネオジオン対戦 F 完結編の終盤戦を幾度となく彩ってきた我がアクシズ軍のマック兵器の数々でしたが、基本ノンリセットでプレイしておりましたので、反撃食らわないマック兵器は大変ありがたい存在でござりましたのよ。欲を言えばもっともっと使い倒したかったなーって思うアスゲンです。